ヤフーニュース見てたら、なんだか広告枠にアニメキャラクター出てきたんですよね。なんか城の清掃のキャラクターなんですけど、この人なんですけど、俺一瞬あのウホいい男やらないかっていうキャラクターが清掃してんのかと思ったんですよね。びっくりしたんですよ、これ。なんであんなキャラが選ばれたのかなと思って。そしたらこれ、銀河英雄伝説っていうキャラクターの人なんですね、多分ね、これね。で、今からちょっと、ウホいい男やらないかの、ウホいい男、ウホいい男、いい男やらないか話。懐かしいな、安倍講和っていう人、クソみたいな。安倍隆一っていうキャラクターなのか。安倍隆一。このキャラクターなんですけど一瞬この人が出てきたのかと思ったんですよね。このキャラクター全然違うか、前髪がちょろんと出てるから似てるっちゃ似てるけど、似てないっちゃ似てないか。似てないっちゃ似てないな。グーブ。クソミソテック。あ、クソミソテックっていう作品名か。カオスバトルウィキ。髪の毛だけか、似てんのは。もう一回さっきの出てこねえかなぁ、CM。これが、こんな感じなんですけど。似てるか、やっぱり。もう一回出ねえかな。ギップが出た。 CM 出ろ。出ないか。あ、出た。似てるっちゃ似てるな、やっぱり。銀河英雄伝説ってどういうアニメなんだろう。戦いのロンド。ゲーム？何これ、スキップしていいや。ねえ、これゲーム始まっちゃうんじゃない、これ。やめとこう。